月の夜、狩りは木の枝を口にくわえて北国から渡ってくる。飛びつかれると波間に枝を浮かべ、その上に止まって羽を休めるという。そうやって津軽の浜までたどり着くと、いらなくなった枝を浜辺に落として、さらに南の空へと飛んでいく。日本で冬を過ごした狩りは、早春の頃再び津軽に戻ってきて、自分の枝を拾って北国へ去っていく。後には生きて帰れなかった狩りの数だけ枝が残る。浜の人たちはその枝を集めて風呂を焚き、不運な狩りたちの供養をしたのだという。哀れな話だな。日本人って不思議だな。